しいね。見えるの開放感近いのに開放感だんだん言いたくなってくるまたね、でも次の時は忘れてるかもしれない。いやいいようになってね、おめでとうございます。みやちゃん、ありがとうございます。これからもう、ね、こんな素敵な、ね、空間を、ね、守っていってください。よろしくお願いします。そしてスタッフの皆さんもよろしくお願いします。アスリーといえばね、桃源郷。いや、最後に桃源郷という曲をお送りします。どうもありがとうございました。
放感があるのはアスリーパラダイス。